じゃこんにちは。はい、豊さん、はい、また引退のニュースが入ってきました。なんかすごく多いよな。はい、うん、それもちょっと活躍をされていた選手の引退っていうのがちょっと今年は多いような気がしますね。まあ皆さん取り上げたいんだけどさ、はい、まあまあとりあえず亀井は私の後輩でもあるし、はい、中央大学からの、ね、はい、そうね、引退を決意して発表した、うん、まあ巨人一筋17年、はい、ね、なんて言うんだろう、亀井はさ、はい、後輩でね、うん、で俺が社会人のヤマハっていうところに、はい、教えに行ってた時に、はい、浜松にあるんだけど、うん、そこに中央が練習試合に来てたんだよね、はい、まあ、その時にうちの4番ですって紹介されたのが亀井だったのよ。大学時代の4番打ってたからね、はい、で見て、何かあったら指導してやってくださいとか言ってちょっと一言二言喋ったことがあったのね、うん、でそれからまあプロに入ってきて、はい、で初めての優勝の時に、うん、俺も解説者でね、はい、その時は亀井に連絡して、おおおめでとうとか言って、一緒に飲むかとか言って、はい、いや待っててくださいじゃあとか言って、で一段落終わって優勝のパーティーとかいろいろ終わって、はい、出てきたのね、はい、まあ、その時にジャニーズ連れて行きますとか言うから、はい、ジャニーズって誰でもジャニーズのやつらと飲んでんのかなとか思ってたりとかしてて、はい、で連れてきたのが坂本勇人で、痛くないとってはジャニーズですね、まあ、そう、間違いなくね、はい、いやそういうことがあって、うん、なんかこう近しい仲になってね、うん、まあ取材に行くたんびに、はい、画面を見つけ、まあ、向こうも俺を見つけて、うん、挨拶してくれる。で画面を見てるとね、バッティングでも本当同じことをものすごく丁寧にやるんだ、うん、もう本当にね、こう左足にこう溜めて必ずゆっくり打つとかさ、で形をすごく大事にしながら練習をするという、それがねこうブレないんだよね、彼この亀井っていうのは。うん、でバッティングの方では原監督にね、まあ後輩だから聞くじゃない、亀井どうとか言って言ったら、いや亀井がいなかったら大変だよって、亀井は一番打たしてもクリーンナップ打たしてもどこでも対応してくれるって、それと一番相手のピッチャーにうちの打線の中では球数を投げさせてくれるんだ、うん、だから粘っこいし本当助かるよっていう話をね、まあ、原監督と話の中にこう聞いたんだけど、うん、やっぱ嬉しくてね、後輩だから、うんうん、その時には阿部慎之助も現役でいて、はい、いや慎之助はガンガン打ってくれるからいいけど、もう4番で阿部みたいなのがいて慎之助みたいなのがいて、その誰がこう前後を打つってやっぱ亀井が最適なんだよって、粘ってくれて粘ってくれてって塁に出てくれてっていうことをね、なんかすごく印象的にまあ覚えてるのね。うん、それと亀井って言ったらどういう印象がある、やっぱバッティング、そうですね、なんかここぞという時のチャンスに頼りになるというようなバッティングが、そう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 、でしょ、はい、まあ、頼りになるって言ったらさ、ロッテ戦だったかな、うん、伊藤監督だったかな、相手が、うん、同じシチュエーション、一塁が空いた場面でサヨナラの場面で、はい、前のバッターを2回歩かしたんだよね、2回とも打てなかったんだ、うん、でそのまま延長入ったんだよ、はい、で3回目も同じシチュエーションで前のバッターを歩かした、はい、3回同じ試合で前のバッターが歩くなんていうのは考え、俺初めて見たもん、仮面ももう火が出るように怒ってたけどさ、はい、でもしょうがないよね、結果が出てないから。うん、でもその3回目の時にサヨナラホームランを打ったんだよ。なんかもうサヨナラホームランの印象は今シーズンもそうそうそう、開幕戦がそうだったからね、はい、そうだったっていうのもあって、うん、そういう、まあ、印象あるでしょ、はい、それがこう帰ってきてやっぱ泣いたんだよね、うん、ヒーローインタビューの時俺も泣いたよ気持ちが分かるし、亀井の性格も分かってるしさ、はい、だからなんていうのかな、まあ、神様がいたんだなっていうさ、うん、一生懸命努力する子だからね、だから神様見捨ててなかったなと思って、うん、あれで打てなかったらへこんでたと思うよ相当に、うん、だけどやり返したというね、その2つの打席の悔しさも力に変えてっていう、そうそう、変えたね、それで俺が亀井をバッティングも
もちろん評価するよ、はい、だけどもっと評価したいことが守備なんだよ、はい、うん、で原監督が、まあ、WBC で世界一になるときに、はい、亀井を選んだんだよね、うん、で亀井っていうのは、まあ、その時、まあ、ほとんどレギュラーだったんだけども、はい、そんなに目立ってなかったのよ、うん、だって12球団のスターを揃えて連れていくわけだから そうですよね、うん、その中で亀井っていうのはさ、やっぱこうその時はネームバリューもそうだし、こう成績もなんかちょっと落ちてたんだよね、うん、落ちるというか他の選手よりもなんで亀井を選んだのかなって、まあ先輩とか嬉しいよ、はい、で現地で取材もしたし、はい、お亀井どうやって言ったら、いやまあみんなすごいんでみたいなことは言ってんのね、はい、でも原監督その時も聞いた、なんで亀井を連れてきたんだって言ったら、守備見てくれって、俺は一番信頼してるのは守備なんだよって。でそれから亀井の守備を見るようになったんだけど、うまいんだよ。それまではそんなに注目もしていなかったですか、豊さんも。やっぱバッティング中心で、ね、うん、だって中央の時から4番打ってて、はい、その時にもううちの4番ですって紹介されて、うん、あ亀井っていうのがいて、ああドラフトかかったなって、まあバッティングだなっていうふうに思ってたんだけど、頭がいいんだよ、うん、決して派手なプレーはしないの、はい、だけどそこにいるのだから、はい、守備ってさ、そのものすごく派手なプレーがね、はい、うまいとか、まあ、ファインプレーに見せるでしょ、はい、なりがちでしょ、はい、仮面はねファインプレー飛び込まなくても必要なところにいるんだよ、読んでるの。ファインプレーにはならないけどエラーもないっていうような、だから内野手みたいな感覚を持ってるんだよね、はい、例えばピッチャーとこのバッターの力量を考えたら、多分遅れてくるとか、こいつは引っ張ってくるとか、こっちはこっちだとか、いや頭はない前だとか、そういうものを考えてしっかり感じ取りながら守備をしてるから、すごくねファインプレーに見えないんだけど、あそこによくどうやっていたんだろうって言った時にポジショニングがすごいよ。だから決して派手なプレーはしない、まあ、もちろんうまいよ球際も、はい、絶対こう何グラブに当てて弾くようなことしないし、うん、グラブに当てるやつは全部取るよ、うん、彼は。だけどもその前にポジショニングがいいから、すごく楽にプレーができるよね。無駄のないし、無駄がない、無駄がない。それと肩がいい。意外とみんなこう亀井の守備はあまり言わないかもわからないけども、うん、もうものすごい肩もいいし、コントロールもいいし、取ってからの速さもあるし、だからさすがやっぱりね原監督なんかはチームを率いてるだけに、よく特徴を捉えてるなと思ってさ、だから WBC でいるし、そういう守備のスペシャリストっていうのがね、だからそういう意味では亀井を連れてったというね。だからすごくあのそれからなんかこう亀井の守備も注目するようになったし、安倍晋之助も言ってたね、亀井はあっと思った時にいてくれるって、うん、だからそういう選手だって。だからバッティングをすごく評価されてるけども、実は守備はやっぱ俺はトップ中のトップだったと思うよ、うん、外野の守備は目立たないからね、はい、守備はねやっぱバッティングがしつこいからさ、はい、だからそういう意味ではバッティングも評価されてたんだけども、うん、俺もそれ以上に守備を評価されても良かったような選手だというふうには俺は思うよね、うん、でもこう野球選手としてはバランスのいい素晴らしい選手だったっていうことですよね。あそうだね、まあ足を壊す前とか、はい、もっと若い頃は足も使えたしね、うん、3秒揃った選手という意味では、うん、すごくあの代表的な選手だったよね、うんうん、3拍子って2拍子の選手もいればもう1拍子しかないっていう選手もいるんだけども、亀井はもう3拍子揃っててね、うんうん、ただ体故障が多かったから、だから自分が思うほどの成績は残せなかったし、体がこれで強かったらもっとすごい成績を残せた選手だとは思うけどね、うんうん、まあだけどなんか5月頃から引退を決めてたということでね、はい、そのタイミングではないですが、うん、一度そういったこう記事が出たよね、そうですね、うん、っていう時はそうではないよっていう、うん、感じにはなっていたんですけど、まあ、やっぱこう、うん、みんなのことも気遣ったのかなっていうふうに思うしね、うんうん、ここに来てね、はい、まあ、やっぱりそうなのかっていうね、うん、思いが、ね、でもまあ引退会見の時に、うん、まあ、原監督と新之助がね、はい、お別れに来てくれてたけど、うん、
まあいい光景だったなっていうね。そうですね、うん、まあ何でもできる男だから、うんうん、ということだと今後も、うん、まあおそらくはあの後輩に対しても人望厚いと思うしね、うんはい、で決してそのおちゃらけで野球をやってきてない、うん、もう本当に自分に厳しくやってきた選手だけに、うん、なんかいい指導者に多分なっていくだろうなっていうふうに思うしね、うん、今後もちょっと見ていきたい、人生を見ていきたい一人の男なんで、はい、ひとまずはお疲れ様だけども、はい、だけどこっからの人生もね輝かしいものにしてほしいと思います。はい、ただ、ね、豊さんは率直に寂しそうです。うん、だけどなんか後輩だと泣けなかったな。そうですか。いや、やっぱり外出た方が厳しいし、うんうん、野球選手っていうのはもう本当に画面も言ってたけど、うん、楽しいことなんかなかったって、9割苦しくて1割楽しかっただけって、うん、もうその気持ちも十分わかるし、はい、でも外出て、うん、じゃあ楽かっていうとそうでもないしね、うん、だから第二の人生もね楽しくないかもわからないけども、はい、楽しいものに今度は変えていけるような人生にしてください、うん、はい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。